さあさあ、岩手大学行ってみたいと思います。さあ、本日の長文ですが、段落は6つ。そして、設問形式は記述説明と和訳ですね。さあ、5問全部行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、第1段落でございます。皆さん、これを一読していただいて、皆さん、問いの1番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ありがたいことにですね、皆さん、右側にダッシュがいるんですよね。で、皆さん、このダッシュというのは、この左側の言い換えを明示しておりますので、ですから、正解の場所、書くべき場所は、このダッシュの右側ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、該当箇所は分かっておりますので、あとは皆さんしっかり和訳できれば大丈夫かと思います。で、皆さん、該当箇所とですね、そして皆さん模範解答下に書いてみましたので、皆さんこれをちょっと皆さん見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず出だしのオレンジのところですが、アンオートメイティッドタッチスクリーンシステムということで、皆さんこれですよね、自動の、もしくは自動化されたタッチスクリーンシステム、もしくはタッチスクリーン方式のこと、みたいな感じでよろしいかと思います。で、もちろんその右側にですね、一応ザットがありますが、もちろん右側、さらに右側、アラウス、動詞でございますので、主語がないなということです。で、皆さん、主語がなければ、当然このザットは関係代名詞。ですので、皆さん、このザットをこのオレンジのところにかけてですね、和訳をしているかと思います。で、ちょ、皆さん、この青色のところですかね、どうなってますかっていうと、that allows customers to create their own burgers ということで、皆さん、お客様がですね、自分自身のハンバーガーを作ることができる、システムということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、この青色のところですね、客が自分自身のハンバーガーを作ることができる自動の点々点ですね。で、あと皆さん、右側この緑の部分ですが、without interacting with another human being ということで、他の人間とインタラクトは交流。で、それに without くっついておりますので、交流せずに。もしくは、やりとりせずに。まあ、さらには、会話をせずに、みたいな感じで訳出できていると十分かと思います。ですから、そういうことをすることなく、自分自身でハンバーガーですね。自分自身のハンバーガーを作り出すことができる。そういう自動化されたタッチスクリーンシステムというような感じで書いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、次の段落でございますが、注釈がついております。で、こちら、反ユートピア小説。そして、ロボット工学ですね。ちょっと皆さんそれを踏まえながら一読をお願いいたします。さあ皆さん続いての段落でございます。設問これでございますのでお願いいたします。さあ皆さん和訳でございます。皆さん下線部前半をですね、ちょっと書き出してみました。で、皆さん模範解答下に書いておりますので、皆さんこれを見ながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。皆さん、出だし、however は、しかし、もしくは、しかしながらということで、よろしいかと思います。で、皆さん、while approximately two-thirds of Americans believe ということで、皆さん、もちろん、believe は、信じてるよー。何よーってことですので、皆さん、他動詞。ですので、皆さん、後ろのざっと説が、大きく目的語ということで、よろしいかと思います。で、じゃあ、主語はどれですかと言われたら、皆さん、左側皆さん、前置詞プラス名詞は、やはり皆さん、カッコして M、というような感じで言っていただいた方が、確率は高いかと思います。で、そのってこと、皆さん、主語はおそらく、その左側であろうというところでよろしいかと思います。ですから、approximately two-thirds of Americans ということで、皆さん、アメリカ人のほぼ、3分の2が believe、信じております。じゃあ皆さん何を信じてますかっていうと皆さんざっと説ですよね。で皆さんその右側ちょっと別の SV 出てきますので色分けさせてくださいね。で、ロボット will perform ということで皆さんロボットがパフォームしますよ。何をってことですから他動詞。で、most of the work ですね。もちろんこのあたりも前置詞プラス名詞で全体で M。ですから皆さん、most が目的語ということでよろしいかと思います。ですから皆さん、ロボットが仕事のほとんど、大半をしますよということですね。
で、じゃあその仕事とは一体どうですかと言われたら、さあカレントリー、皆さんこれ LY についておりますので、副詞でございますから、就職後 M ということですので、ちょっとカッコでくぐらせてくださいね。例えばさん、ダンバイテンテンテンで、皆さん、バイヒューマンビーングス、前置詞プラス名詞で全体で M。そして皆さん、デュアリングザネクスト50イヤーズも前置詞プラス名詞で全体で M ですね。こういう感じでいいかと思います。で皆さん、もちろん、ダンは形上も過去分詞とすぐわかりますし、で皆さん、左側遡っていただきますと、皆さん、ワークという名詞がおりますので、ですから、皆さん、このカーレントリーのところですよね。皆さん、その50 years のところまでを、左側ですね。こういう感じでかけて、訳出していただけるとよろしいかと思います。こうですね。これが、こんな感じでいいかと思います。ですから、皆さん直訳すると、その次の50年間で、人間によって現在行われている仕事のほとんどを、ロボットがするでしょうという感じでよろしいかと思います。さあ、構造はこんな感じでいいんですが、訳す順番をどうするかというところでございます。で、もちろん以前、もしくは他の動画なんかでもお伝えさせていただいてるんですが、主語を一番最初に訳していった方が、綺麗な日本語になりやすいからね、可能性が高いので、ちょっとそれでやってみると、皆さんまず一番目はこのあたりですかね、主語。ただ皆さん、M がくっついておりますので、基本皆さん M は、こんな感じですね、右側から左側に訳し上げていただけるとよろしいかと思いますので、ですから皆さん、however、しかしながらの右側ですね、その次どうしましょうっていうと、おそらくアメリカ人を最初に訳した方がいいかと思います。で、そのアメリカ人のこのあたりですかね、ほぼ3分の2が、で皆さん、動詞はですね、これも、やはり今までの経験上、なるべく最後の方がいいですからね、なるべく後回しっていう感じがいいかと思います。で、じゃあその後どうしますかっていうと、皆さんまた別の主語が出てきましたので、そこをまず最初に訳しておきますね。ですから、2番目の後なので、3番目。で、皆さん、will perform 動詞が出てきましたが、皆さん、これはなるべく最後の方に回した方がいいかと思います。で、most of the work は、皆さん、結局、この緑のところからかかっていくので、まあ、なんだかんだ言いながら、緑のところが最優先かなというところですね。で、あと皆さん、今もお伝えしましたが、皆さん、M はもう基本的に右側から左側、こんな感じですね。右側から左側って感じで訳し上げてっていただけると、綺麗に決まっていく可能性が高いので、ですから、丸三番ロボットの次は、このあたりにしましょうかね。こうですね。で、皆さん、ヒューマンビーングス5番目。で、皆さん、このあたりが6番目。そして皆さん、それを皆さん、ワークにかけるので、この後7番目ですかね。で、それの仕事の大半8番目をしますよ。この感じですかね。ということを、believe、信じておりますよ。という感じでいいかと思います。こうですね。で、信じている。あと皆さん、接続詞ですね。ホワイル接続詞でございますので、接続詞はなるべく最後の方がいいかと思います。こういう順番でやっていただけるといけますかね。ですから、however、しかしながら、アメリカ人のほぼ3分の2は、その後、これですね、ロボットがですね、ロボットが、次の50年間に人間によって現在行われている仕事のほとんどをするでしょうということですね、するだろう。ということを、believe, 信じている、while, 一方で、って感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、後半でございます。皆さん、ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、about 80% also believe ですね。で、もちろん believe は先ほども出ました通り、他動詞。で、皆さん、後ろはちょっと長いですが、皆さん、目的語が絡んでるというところでよろしいかと思います。長いですが、ピリオドまで目的語がついているという感じでよろしいかと思います。ですから皆さん、about 80%、これが主語ですね。
で、オールソーはまたということでございますので、副詞でございます。ですから皆さん M としておきますね。で、皆さん訳す順番としては、やはり皆さん主語のところが最初でございますので、約 80% が点点点という感じでよろしいかと思います。で、皆さん模範解答、ここから始まってますからね、ご参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、believe, 点々点。あと皆さん、their current jobs will, 点々点。ああ、動詞がいるな。ということは、皆さん、主語はその左側と考えられますので、皆さん、現在の仕事が主語。そして、皆さん、ly ついてるものは副詞でございますので、皆さん、副詞は、括弧して m、みたいな感じの方がいいかと思います。こうですね。そして皆さん、イングジスと存在してます動詞ですね。で、あとは皆さん、前置詞プラス名詞が並んでるだけですので、このあたり皆さん、全部 M という感じでよろしいかと思います。こうですね。で、皆さん、もちろん前置詞プラス名詞の訳す順番は、基本はこういう感じでいいですからね。右側から左側に訳詞上げていくというところですね。さあさん、オレンジの主語1番目。じゃあ次はどこを訳しますかと言われたら、皆さん、2つ目の主語ですね。このあたりが2番目でいいかと思います。そして皆さん、この青色のところの動詞は、やはりなるべく最後の方に回していただく。となってくると、皆様とは後ろの方から訳し上げていくだけですよね。ですから皆さん、こういう感じでよろしいかと思います。あとは、皆さん、この、動詞のあたりですかね。を訳し切って、で、またこれで青色のところは問題ないかと思いますので、で、最後に、オレンジの動詞のところにつなげていただけるとよろしいかと思います。ですから皆さん、ちょっと下ご覧になりながらいきますね。約 80% は、約 80% が、現在の仕事は、現在の仕事は、同じ期間内に現在の形でデフィニットリー間違いなくはっきりとでプローバブリーおそらく多分イグジスと存在するでしょうねというふうにも、信じておりますみたいな感じで訳していただけるとよろしいかと思います。サミさん、ついての段落でございます。設問、これでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示にですね、どんなことをするロボットなのかと書いてますよね。で、そのロボットがこの下線部の右側に書いておりますので、ですから、皆さん、このロボットの右側をしっかり60字程度で訳していただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所は分かっておりますので、あとは皆さんしっかり和訳ができれば十分かと思います。皆さん、まずはこのオレンジのところですが、can automatically monitor supermarket shelves ということで、皆さんスーパーの棚ですよね。それを皆さん、automatically monitor ということですから、自動で監視し。そして皆さん、青色のところでございます。皆さん、M がずっと並んでおりますので、皆さん、右側から左側ですね。こういう感じで、後ろから前へ訳し上げてっていただけると嬉しいかと思います。ですから、during regular business hours ということで、営業時間内に。そして、alongside human shoppers ということで、まあ、買い物客のそばをですね。そして、along supermarket aisles ということで、そのスーパーの通路沿いですよね。でその通路沿いにムーブ移動して、そしてさらに一番最後は緑のところですね。で、皆さん、グッズは商品がアデクエイトリーストックとプレイス&プライスということで、まあ、ストック、まあ、補充されてですね、プレイス置かれて、そしてプライスですから値付けをされている。ということを皆さん、演習は確かめるんですよね。そういうようなロボットというふうに書いていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。皆さん、問の4番、お願いします。さあ皆さん、和訳言ってみたいと思います。まずは前半部分でございます。皆さん、下に模範解答を書いておりますので、参考なさりながらご覧いただけると嬉しいかと思います。まずは皆さん、出だし、The RIA Further Estimates ということで、もちろん、先頭の名詞ですので、主語でいいかと思います。
で、皆さん、ファーザーはさらにということで、皆さん、副詞でございますので、カッコしておきます。で、皆さん、エスティメイント、見積もりますよ、推定しますよ、と言われたら何よ、ってことですので、他動詞。ですから皆さん、後ろ、ざっと説、目的語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、さらにその右側、モアザン、点点点ですね。で、皆さん、あーという動詞がここにございますので、じゃあ皆さん、左側、このあたりが主語になるだろうということでよろしいかと思います。そして、皆さん、L はついてますからね、副詞でございますので、カッコして L。で、その後、アットファクトリーズ、前置詞プラス名詞で全体で M。で、アクロスザカントリーも全体で M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、先ほどからお伝えしている通り、皆さん、前置詞プラス名詞は右側から左側ですよね。こういう感じで訳し上げていただけるとよろしいかと思います。じゃあ皆さん、一応訳す順番はどうなのかというところですが、皆さん、やはり主語が一番最初で、動詞はなるべく後回しがいいかと思います。で、その後どうしますかって皆さん、また主語出ておりますので、このあたりが2番目。で、あと皆さん、動詞はなるべく最後。で、あとは皆さん、右側から左側ということでございますので、ですから、このあたりが3番目に、そして4番目がこのあたりですかね。そして最後、動詞のところにつなげていただいて、で、皆さん、青色は、もはや訳すところは特に何もないので、最後にこれですかね、5番目ですから、このあたりを6番目ということでよろしいかと思います。これですね。ですから、皆さん、RIA は、ですね。で、more than 265,000 robots ということですから、26万5000。で、皆さん、more than ですので、以上。ですから、26万5000以上のロボットが、これですね。皆さん、カントリーはもちろんアメリカでいいかと思いますが、その国、アクロースということですので、まあ、国内の、国中のファクトリーズ工場で、カレントリーユーズド、現在使われている。ということを、ファーザーエスティメイツで、さらに見積もってます。さらに推定します。みたいな感じで、いけそうですね。さあ皆さん、後半でございます。まずは、placing the US ということで、皆さん、アメリカを位置させているんですよね。で、あとは皆さん、どれぐらいっていうと、third world wide でございますので、まあ、世界第3位ですね。に位置させております。例えば皆さん、前置詞プラス名詞が連続するだけでございますので、把握はそんなに難しくないかなという感じがいたします。ですので、皆さん基本的にもう右側から左側、そういう感じで訳し上げていっていただけるといいんですが、皆さん、インタームズオブだけ熟語、大丈夫ですかね。うんたらかんたらという観点からということでよろしいかと思います。で、皆さん、一応やってみましょうね。で、皆さん、アメリカをと行きたいところ、ちょっと我慢して、まあ、やっぱこっちですね。一番最後から行きますね。behind only China and Japan ということですから、中国と日本のみの behind 直訳すると後ろですよね。で、後ろ第3位ということでございますので、こんな感じが綺麗かと思います。中国と日本にのみついねーって感じですよね。で、あと皆さん、ロボティクスディベロップメントですから、ロボット開発という観点から、アメリカをサードワールドワイドですので、世界第3位にプレイシング位置させている。もしくは、世界第3位の国にしているというような感じで締めていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん最終段落でございます。皆さん注釈がついておりまして、壊滅的なというところでございます。これを踏まえて、一読をお願いいたします。さあ皆さん最後の設問でございます。今の段落の後半からいけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、博士が語ってることですね。もちろん、博士の名前があり、で、テルズ語っておりますということでございます。
ですから皆さん、このダブルクォーテーションマークがついているので分かりやすいかと思いますが、このあたりを書いていただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所を抜き出してみました。皆さん、まずはちょっと前半でございます。まずオートメーション&ロボティクス will definitely impact ですね。ですから自動化とロボット工学は definitely impact ですので、間違いなく影響を与えるんですね。でそれはローアースキルドピープルということで、皆さん技術が、あまり高くないと、低い人々に対して影響を及ぼします。影響を与えます。で、それは which is unfortunate で、まぁ、ちょっとまぁ不運ではありますが、まぁ、残念なんですが、みたいな感じでちょっと書いてみました。そして、I think the only way for them to adapt to this change is ということで、もちろんその them ですから、この人たちですね。彼らが、この変化にアダプトですから適用する。only way 唯一の方法は、is 点点点という感じでよろしいかと思います。ですので、皆さん、この後半はちょっとこの後行きますけれども、前半はだいたいこんな感じで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、後半でございます。まずは出だしですが、皆さん、not to hope that, 点点点、but to get, 点点点ですね。多分大丈夫かと思うんですが、not A, but B でございますので、うんたらかんたらではなく、but, 点点点でございますので、それを皆さん、まず気をつけていただきたいですね。あと皆さん、オレンジのところですが、皆さん、政府が will protect your jobs from technology ということで、その技術から自分たちの仕事を守るということですね。まあ、政府が守ってくれると。そういうことを皆さん、hope、望む、期待するのではなく、青色のところと緑のところでございます。で、皆さん、緑のところから多分上にかけた方がいいかなと思うんですが、皆さん、tomorrow は明日というふうに訳していただいてもいいでしょうし、未来でもいいですからね。ですから、明日の、もしくは未来のロボットのワークフォースですから、労働力ですね。その労働力をアンダースタンド理解して、そしてプリペアフォー、それに対して準備をする。そういう as a way、方法として、new knowledge and skills、新しい知識と技術をゲット、身につける、手に入れるということです。という感じで繋げていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、岩手大学、今日は皆さん、記述式を扱いましたが、皆さん、普段から授業とか問題集で和訳は頑張っていただいているかと思います。でもちろん、このヤナッチとスタディも合わせて活用していただきますと、これも十分合格点取り逃げるかと思いますので、今後も引き続き頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、今日は扱わなかったですが、マーク式の問題ですよね。もちろん岩手大学の過去問を皆さんやるかと思いますが、やはり東日本ということでございますので、学習院とか明治とか、まあ、G マーチの過去問で練習するというのも一つの手でございますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。